解しろ。もう大丈夫だ。あなた誰？ここで何？俺はカルロスだ。助けに来た。立て。まずは安全な場所へ。よし、もう大丈夫だ。だといいけど。この先に生存者を集めてる。この先って？地下鉄の車両をシェルター代わりにしてるんだ。安全だ。大丈夫。過保護すぎか。そうか、分かったよ。よし、行こう。おい、マジかよ。どこのバカが閉めたんだ。悪いが別ルートで行く。あなた、あの怪物を知ってるの？いや、あんなやつ初めて見た。でもゾンビとは違う。明確な意思を持って行動してる。好みじゃないか？お断りよ。あなたに譲る。さて、ここまで来たら安心だ。俺らはアンブレラのバイオハザード対策部隊、通称 UBCS。 アンブレラ？ちょっと冗談でしょ？あなたたちがこの全てを引き起こした。落ち着けよ。何のことだ？別に信じなくてもいい。だがまずはシェルターに行こう。な？行こう。ここだ。隊長、このレディーが助けがいるそうだ。このレディー？カルロス、お前は彼女の名前すら聞いていないのか。彼女はラクーン市警の特殊救助部隊に所属するエリート隊員なんだ。確か名前はなんとかバレンタインだったよな。ジルよ。ああ、よろしく、ジル。UBCS 小隊長のミハイル・ビクトールだ。我が隊は市民救助のために派遣されている。そう。それで状況は？この町は完全に分断され、孤立している。10万人の市民のほとんどが死ぬことになるだろう。いや、死ぬんじゃなく、ゾンビになる。我が隊にも甚大な被害が出ている。生き残るだけでも精一杯の状況だ。ご立派な雇い主のおかげね。まあ、我々としてもあらゆる手を尽くしている。この地下鉄を動かすことができれば生存者たちを避難させられるんだが、助けがいる。我々だけでは手が足りない。わかった。力になる。市民のためにあなたたちじゃない。それでいい。大事なのは市民だ。ありがとう、ジル。じゃあ、スーパーコップさん、追っていきな。これで連絡が取れる。無線ぐらい知ってる。まず大事なことから。まず物資を補給しろ。地上階に上がれ。そこにある。分かった。おい隊長、こりゃまたひどい傷だな。かすり傷だ。どうってことない。スーパーコップ、おそらく。もう列車は動く？ああ、あと一歩だ。整備に3、40分かかるが。ニコライ、状況は？町は化け物で溢れてる。地上突破するのは不可能だ。なぜその女がいる？地下鉄の軌道を手伝ってもらってる。この女は足手まといになるだけだ。ここぞという時に引き金すら引けない。おい、落ち着けよ。こいつのせいで死ぬぞ。
悪いな。みんな気が立ってるんだ。おい、マジかよ。またやつか。目当ては私よ。おい、私が引きつける。おい、待て。なあ、ジル。やろう。ジル、こっちだ。逃げるぞ。カルロス、最初はひどいことも言ったけど、助けてくれてありがとう。いや、借りを返しただけだ。君は俺より勇敢だ。とにかくこれでみんな町から脱出できるのね。ああ、君はもう大丈夫だ。あなたは？一緒には行けない。地下鉄には乗らないんだ。どうして？新たな任務だな。町を救うためなら何だってやるさ。手柄だな。噂通りだ。よくやってくれた。中へ入れ。すぐに出発するぞ。カルロス、タイレル、お前たちの次の任務は外に戻ってナサニエル・バードを探すことだ。これが最終列車じゃないわよね。心配するな。市民の無事が確認できたら列車を戻す。先に行っててくれ。俺は死なない。俺のいない世界なんて寂しすぎるだろ。はいはい。バードは重要な研究者だ。彼のワクチンが町を救う鍵になる。分かるようになったじゃないか。大事なのは自分の命だけだ。頼んだぞ。よし、行こう。今頃地下鉄は町から遠く離れているはずだ。あのセクシーな連れも。彼女はそういうんじゃない。素晴らしい警官だ。よし、しっかり集中してくれよ。もう警察署だ。ここがどう見ても墓場だがな。ブラッド、やめろ。タイレル、マジかよ。ブラッド、お前まで。許してくれ。許してくれ。鍵をかけやがった。なんとかして開けろ。こいつは俺が片付ける。あれはなんだ。急げ。
バード博士。やっと繋がった。私が何か呼び出したか分かってるのか。もう心配ない、助けてやる。今どこだ。病院から出られないでいる。あたりは化け物ばかりで身動きができない。スターズをよこせ。出ないとどうにもならん。いや、警察は今それどころじゃない。なら何か策を考えろ。アンブレラが研究者を次々殺しているんだ。ゾンビ化を治療するワクチンの作り方を知っているのは私しかいない。選択肢は2つだ。そこで一人遊びするか、できるやつを送り込んでさっさと私をここから出せ。面白いやつだ。お前にはな。それよりバードだが、引き渡した後に消されるんじゃ。俺らはミッションで来てる。従うしかない。俺は PC でバードの居場所を調べてみる。少し時間がかかる。お前は使えるものがないか見てくれ。ああ、どうした。脱線した。怪我人は。ジルか。おい、マジか。なんだって。ジル、ジル、何があった。ジル、答えろ。悪い、行かなきゃ。わかった、バードは任せろ。実にいい仕事をしてくれたよ、ミス・バレンタイン。ジル。おい、しっかりしろ。なんてこった。タイル、聞こえるか。どうした。ジルが感染した。今から病院に連れていく。バードの力を借りるしかない。じゃあそこで合流だ。俺が治してやる。辛抱しろ。手に入れる。バードは死んだ。撃たれてる。マジかよ。ワクチンは。今探してる。 PC があるはずだ。それで調べてみろ。ワクチン開発主任ナサニエル・バードだ。9月29日午後11時、
私には時間がない、そう痛感している。これから私が話すことによって全てが白日のもとにさらされ、私の名誉が少しでも回復されることを願う。今この町を襲っている災害の原因は全て生物兵器である D ウイルスの漏洩にある。そのウイルスを作ったのは私の雇い主アンブレラ社だ。アンブレラは D ウイルスのワクチン開発を私に依頼した。この私のオフィスにサンプルが保管され、地下施設にも備蓄されている。だが上層部の連中は保身のため処分しようとしている。世間に知られたらまずいからだ。さらにウイルスの存在を示す証拠を全て消そうとしている。私はバカではない。私にも身の危険が。ジルは最初から分かってた。なのに俺を信じてくれた。なんだ、タイル、一体どうした？ラクーンシティに拡散するウイルスの封じ込めは不可能と判断しました。10月1日に巡航ミサイルでラクーンシティを爆破します。未感染だと判断する市民は直ちに脱出してください。これは試験放送ではありません。繰り返します。1日しかないじゃないか。まだ生存者がいるんだぞ。政府が気にすると思うか。クソ、奴らが来た。ここにいろ、俺が片付ける。奴らの侵入経路を断つ。窓のシャッターを下ろすぞ。どうやってやるんだ。病院のセキュリティシステムに侵入する。それまで持ちこたえてくれ。散々だ。だがとにかく終わった。今から戻る。ワクチンがしっかり効いてる。よかった。どこ行くんだ。やることがある。やることってなんだ。町はもうすぐ爆破される。お前は政府に連絡してくれ。ワクチンを見つけたって時間を稼げ。肝が座ってるな。よかった、無事か。いい知らせだ。全て終わった。町は安全だ。他に方法はない。なので
これほど素晴らしいものを見たことがあるか。このデータはきっと高く売れただろうな。だがここは諦めるしかない。町はもうすぐ爆破される。己の命までは金に換えられん。健闘を祈る。ニコライ！ズル！ワクチンを奪われた。ニコライを追って。君はどうするんだ。時間がない。行って。ここは任せて。わかった。いい、覚悟しなさい。今度こそケリをつけてやるから。カルロス？お前らには俺を倒せない。こいつを返す約束だった。ダメ！自分が何をしたか分かってるの？知らん。俺は雇い主のアンブレラを潰せとの命に従ったまでだ。ミサイル着弾まであと10分。おっと、ミサイルが発射されたか。そろそろ行かない。お別れだ、ミス・バレンタ。忠告を聞かないからこうなる。ズル！撃て！ズル！撃てない！あなたにも当たる！早く撃て！ためらうな！他に方法はない！カルロス！ダメ！だからお前には撃てないと言っただろ。カルロス！言ってろ。俺のいない世界なんて寂しすぎるって。死ねるわけない。あいつどうする。なぜこんなことを。世の中何にでも値段がついてる。世界を燃やすことにもな。誰に雇われてる。教えてやる。逃がしてくれたらな。金はいくらでも払う。お前はバカだ。後悔するぞ。俺が死んだら真相は闇に葬られるんだぞ。それくらい明らかにしてみせるわ。ジル、大丈夫か？来たわ。包まれながらも寒気と虚しさを感じた。無数の命を奪ったのは怪物を作るウイルスではなく、
他でも人間の欲望だ。ラクーンシティが灰になった代償を私が必ずアンブレラに払わせてやる。誰も私を止めることはできない。